12時です。お昼、みんなお昼休み入ってますか？私はさっきまでちょっと用事があったので着替えました。元気グリーンです。青かな、緑か青。まだ授業中？あ、頑張ってください。グリーンか、ターコイズブルー。なんか人によってさ、これが緑って表すべきか青っていうべきかって違うよね。でもターコイズブルーっぽい色かなって思う。エメラルドグリーンではないか。かわいいこの色。もうお昼だから本当はなんか食べながら配信したかったんですけど、ちょっとね、ご飯を作ってる時間がなくて始めてしまいました。そのまま丼食べました？え、もう食べ終わったの？早いね。私は何を食べようかな。でもちょっと桃がちょっと痛みかけてるから、お昼ご飯、まあ桃以外にも食べるんですけど、桃食べようかなって思ってます。今食べながら配信見てます。そうなの、お腹すいた。痛み始めが一番うまい。嘘、なぎね、痛んでない方がいいな。甘さが出るのかな、痛んでた方が。マックでも買いに行こうかな。いいね、マックも好き。昨日買ったずんだ餅も食べる。あー、仙台？今世界陸上で新記録見ながら、酒飲みながら見てます。うん、すごい状況。お仕事お休みですからサボってません。休みをすごい楽しんでらっしゃいますね。ね、充実してそう。私も休みの日あれだな、映画見に行きたいな。そう、見に行きたいのが今あるから、このショールームイベントが終わったら映画でも見に行こうかなって考えてます。
キングダム2はでもそう見たい映画なんだけど、それがでも始まったばっかりだからまだ多分ショールームイベント終わった後もやってますよね多分ね。今ねキングダムが一番見たいそう、あの壮大な感じすごいいいですよね。どのあたりを映画化してるんだろう。もうわかんない。でもなんかもともとキングダムは漫画とかでは見たことがなかったので、そう、でも私ね映画館でいつも食べるものってチュロスなんですけど、チュロスがない映画館とかって多いじゃないですか。だからこの映画館はチュロスないんだって思いながら、そうちょっと沈んで、気持ちが沈んで映画を見に行くっていうねえ、もうチュロス美味しすぎるから全国区にしてほしい。ポップコーンはまあ必ずあるじゃないですか。で、私ポップコーン買わないんですよね映画館で。一人で食べきれないし多分。つまずいてポップコーンぶちまけたことある、ごめんなさい。めっちゃ面白い、おもろい、わあごめんなさいってそれでさぶちまけた瞬間にさ、なんか隣の人の口とかにさポンって入ったらすごくない？めっちゃミラクルなんだけど。そう、私は圧倒的チュロス派です。チュロス、チュリトス。あとミニチキンみたいな、ちっちゃいチキンナゲットみたいな形のミニチキンも好き。あれが売ってたらチュロスもあるんですよ。そう、高確率で。そのセットが一番好きですね。であとたまにクレープ、四角いなんか冷凍クレープみたいな、あれも食べるときある。でも映画館ってすごくね、まあ進化してるから 4DX も見たことあるし、あれも見たことあります。なんか前、普通前だけじゃないですかスクリーンって。でも横にもスクリーンがあるっていう、なんか後ろは多分なかったかな。でもこの180度スクリーンみたいな映画館一回見たことあります。アイズオンミー、アイズワンのなんかドキュメンタリーなのか、それをその映画館で見ました。そう、すごかった。結
構ライブビューイングとかするときにそういう映画館で見た方がなんかね迫力あるなって思いました。プレミアムシート、映画館にプレミアムシートってあるんですか？見たことないな、プレミアムシートあるところも。あるんだ。どう違うの？グリーン車みたいな感じ？足が広いみたいな。ソファーが高いのかな。ソファーっていうか、座ってみたい。それ一回でいいかな。うん、座るとしてもまあ一回で、あ、座ったっていう満足感でもいいかな。自動でポップコーンが出てくる。本当に？大西ちゃん、七瀬ちゃん、ハマちゃん、コロっちゃったみたいだね。あ、ハマもなんだ。ねえ、でも本当にね、最近本当に多いよね。そう、心配。しかもね、このイベント期間でもあるしねえ。まあ、誰がなってもおかしくない状態。ねえ、でもどうなんだろう、みんなの体調がちょっとわかんないよ私。ね、でも本当にイベントが多いから気をつけなきゃですよね。でもみんななんか喉が痛いって言うよね。そう、お、8位キープ。知ってました。やった、ありがとうございます。8位、今日は8位だったみたいです、昨日のランキング。ありがとうございますね。8位より下に落ちてしまったら危ういので、はい。でも8位も危ういので上を目指していきたいです。うん、ん？その服の色、キョカタムが持ってるスイッチの、スイッチ？ターコイズと同じ色だ。スイッチ？あ、ゲーム機かと思った。ねえ、私スイッチ欲しいんですよねっていう話を
してましたね、この間ももちゃんと一緒に配信した時。遊びたいソフトはなんかほのぼの系やりたいの、ピクミンとかみたいな感じ、育てるっていうか、その家を建ててみたいな生活していく系のやつがやりたい。でもね、ソフトはそんな知らない、全然どうもりしか知らないです。でもどうもりもやりたいし、どうもり以外もやりたいですね。あ、牧場物語好き。それはね、知ってる。でもスイッチであったんだ、知らなかった。あれもやりたい。あ、でもあれ Wii だったかな、ワルイージの、あ、ルイージか、ルイージのなんかゲームなんだけど、ホラーマンションのなんちゃらみたいな名前だったか、なんだっけ、なんかお化け屋敷みたいなところにルイージが入って遊ぶみたいなやつなんだっけな、あれ。それね、すごいやりたかったんだけど、確か Wii だった気がするな。なんだっけ、あ、ルイージーマンションかな。それ面白そうって思ってて、まあ、時が経ちました。買わないで。でもスイッチもありそうだね、その 3DS にも出てたような気がするって感じだと。マリオよりジャンプ力が高いです、ルイージ。そうなの、すごい。へえ、まあ確かにルイージってすごく細身でね、運動神経良さそうだもんね。Wii は持ってるよ。あ、でも Wii でもう遊ばなくなったから。そう、でも Wii だと結構気軽に遊べないじゃないですか、テレビにつないでみたいな。スイッチは気軽に遊べるから、スイッチが欲しいかな。このイベントって感染したら配信できなくなっちゃって終わっちゃうよね。まあぶっちゃけそうだよね。そう、だからね、本当は一旦そのショールームイベントをなんかこの状態で延期できないのかなって私は思いますけど、だってすごくなんていうんだろう、不公平というかね。音出せないから内容わかんないけど、今日も可愛い、ありがとう。どうなんでしょう、そういうのってなんかみんなの声で変わったりするのかな。延期がいいと思いますってみんなで言ったら延期になるかもしれない、わかんないけどね。うん、いやだ、絶対まとめないで、やめて。本当にやめて、そういうの。
うん、そういえば私あやねちゃんとトムさんと TikTok を撮ったんですよ。見た動画。あのね、あやねちゃんが載せてた。見た？お、やった。私ね、そう、初めて、だからもともとその TikTok 仲間ではよく撮る仲間みたいな感じじゃなかったんだけど、あのね、なんかあやねちゃんと撮ったことあるって思ってたの、 TikTok を。でもなんか撮ったことなくて、えーって思った。自分の TikTok も更新遡ってあやねちゃん探したんだけど、え、あやねちゃんいないわと思って。あれが初あやねちゃん TikTok ですよ、あやねちゃんとの。そう、だから私七瀬とセリカとはよく撮るから、そう、ちょっとびっくりした自分の中で。あ、そうだったんだみたいな自分のことなのになんかびっくりした。意外って、自分で自分を意外だと思いました。まあでもこれからね、私とあやねちゃんの TikTok も増えていくと思います。あやねちゃんも多分 TikTok 仲間になると思う。私の、でもなんか思ったけど、あやねちゃん多分 TikTok 始めたばっかりなんだよね。そう、あ、だから撮ったことないのかなって思ったけど、なんかあやねちゃんのね TikTok のなんか見てたの、ちょっと動画を。そしたらあやねちゃんめっちゃ可愛い動画があって、なんか多分ラルムイベントの時の動画だと思うんだけど、なんかどんどん部屋の電気を消してって、自分の部屋に行くまでの道のりを、今から配信しますとか言ってなんか動画、それが動画になってるっていう TikTok のやつなんだけど、めっちゃ可愛かったの。それが私いいねしちゃった可愛すぎて。見てみて、めっちゃ可愛いから。そんな実況配信みたいなことをさ TikTok に更新する？普通可愛すぎるんだけど、斬新って思いました。可愛かったから見てください。ね、すごい面白い。あ、見た見た。あ、見たことある。そう、何がバズるか分かんないんですよ本当に。え、これがバズるんだみたいのがバズったりするし、チェックしますね。チェックしてみて、可愛いから。運要素大きい。そうだね。あとはコメントの数とか、多分いいねの数とかだと思うんですけど、多分ね。だからまあ私更新したら皆さんできるだけコメントしてくださいそしたら多分おすすめに乗りやすくなると思います。本当だ、あと5分しかない。あ、そうだね、リンクコピーもしてくれたら嬉しい。リンクコピーもできたら、そうですね、おすすめに乗りやすくなると思います。はい、了解しましたうん、
目がいっぱいのやつ怖かったです。あのエフェクト怖いよね。こうやってめっちゃここら辺に目があって、目開いたらここもミンって開くエフェクトあるんですよ。それね、インパクトある。うん、びっくりした。あ、やった、びっくりしてくれた。じゃあ、まあそろそろ終わっちゃうので壇上を読みたいと思います。13位は進む、モッツモッチダンさん、ありがとうございます。12位はしゅんごさん、ありがとうございます。11位は山梨さん、ありがとうございます。10位はガッシュさん、ありがとうございます。9位はペギさん、ありがとうございます。8位はカキアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。7位はタコピラフさん、かわいい名前、ありがとうございます。6位はサンちゃんさん、ありがとうございます。5位は国用かっこ弱い人さん、ありがとうございます。4位はケルビンさん、ありがとうございます。3位はマサタロウさん、ありがとうございます。2位はメロメロンさん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。イエイ。次はですね、次の配信は15時から、まあ15分だけなんですけど、15時から15分間やりたいと思います。次も見てください。見れる方はね、まあ3時だから働いてる方は見れないかなと思って、まあ15分枠にしたんですけど、はい、まあでも見れる方はね絶対見てください。はい、そして星投げをたくさんよろしくお願いします。テストの合間で見ます。それは大丈夫なんですかそんなこと可能なの？カンニングしてると思われないように気をつけて。じゃあね、もうちょっとで終わります。私はもうお腹が空いたのでなんか食べます。ではでは。ね、仕事しながらもうありがとう、見てくれて。ね、でもご飯何食べようかまだ決めてないから、どうしよう。じゃあまた、そう、何かね、何か食べたいと思います。じゃあバイバーイ。まあ、ちょっとねまだ数秒残っているので、まあ、スクショとかしてみてください。あ、でも30分いなし。